ファイターズキャンプライブ2023タピックスタジアム名護からお送りしています。どうしました？え、言えてましたよね。猫飼ってるんですか？今ミャー入りましたよね。絶対山本さん突っ込むと思ったな。あの出だしからちょっと硬いよっていう話があってね、はい、無理やりそんな柔らかくしなくていいですよ。いやわざとミャーって言ったわけじゃないんですよ。はい、これまたキャラクターでまたミャーミャータオルとか作ろうとしてる。はい、タピックスタジオ名護からお送りしています。現在ですねこちら色もたくさんね、ヨンさん、はい、その子さんファンの方も、うん、今一塁側に選手たちいるんですが、はい、そこのフェンス際にもファンの方たちたくさんいらっしゃいますね。はい、嬉しいですよ。徐々にね、あのコロナ禍の影響が柔らぐって言ったらもうずっと緊張はしておきたいんですけども、うん、あのルールを把握したマナーとモラルを重んじたファンの方々がね熱い視線を送ってくれている、この光景がいいんですよ。選手たちテンション上がる、思わず声出してるじゃないですか。そうですね、うん、鶴岡さんはいかがですか？鶴ちゃんああいう時声張る方やったでしょ？僕結構声出します ね、はい、でもあのコロナであんまり声出すなって言われる時期があったんですよ、はい、今ねそういうのはねちょっとねいろんな選手のカラーをしょうがないですけどね、うんうん、まあ、でもだいぶそれもね、規制も緩和されてきてこうやって声がこだまする球場いいじゃないですか、うん、これウォーミングアップも本当にこうアメリカっぽくなってきたね。そうです ね、その前にもウォーミングアップ始まる前にある程度自分でやっとけよっていうこの文化がだいぶ日本でも根付いてきてるんで、そうそう、ね、結構そんなウォーミングアップに時間取ることなくなりましたね、うん、ファイターズも初めコンディショニングチェックって言って自分でウォーミングアップしてで最後パパッと動きのチェックして実技に入っていく、はい、それ導入した時はみんな困惑したな。いやでもそれがもう今主流なんで、そうそうそう、やっぱりファイターズは本当ね先を行ってるなと思ってましたね、うん、プロの集団ですからね、はい、ぎっくり腰やらかしたのでこたつで横になりながら中継見るってなんかねちょっと僕らもよくぎっくり腰ありますんで。ありますね、はい、なのですごい腹筋終わってるからね、目に浮かんできます、はい、まあ、水分取ってくださいよ、こたつだと脱水症状になりがちになりますからね。みかんもいいかもね。禁断症状そんな症状出るんだ、はい、まあ、いろいろ続々とねコメントが来てますけれども、うん、沖縄の体感はどんな感じですか？お二人ジャケットを着られてますか？いやだいぶ過ごしやすいですね、ちょうどいいぐらいですね、うん、鶴ちゃん、はい、やっぱねこれ新しく入ってきた選手で、まあ、対談やトレード移籍で、はい、チームをこう、まあ、一応出ていたアウトって書いてるけども、うん、それぞれがそれぞれの場所で活躍してほしいね。そうですね、本当にこう、うん、ファイターズのユニフォーム着た選手っていうのはなんかもう家族みたいなね、ファミリーみたいな感じなんでね、うん、本当いい野球人生を送ってほしいですよね。金子千尋、特命コーチっていいね、はい、あれだけ野球知識豊富な人が一層コーチングを学んで帰ってきたら。そうなんですよ、うん、私も、ね、うん、北海道の札幌のファイターズ合宿場にちょっと練習させてもらってたんで、うんうん、金子投手コーチがいたんですけど、うん、特命コーチか、うん、選手時代バリに自主トレやってましたよ。キャンプで投げられるそうなんで、あ、はい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 、バッティングピッチャーするそうなんでしっかりとね仕上げてる。その辺はさすがですね。 BP だけじゃなくてなんか係数バッティングとかの時に実際マウンド上がって投げてほしいね。一番ねまだ現役引退したてで変化球ものすごくありますんでね、うん、かつてね島崎コーチがそうやって、はい、フォークガンガン投げてるの覚えてるわ。シュートとフォーク本当それだったら助かりますよね、うん、まあ、そして、まあね、新加入選手でいうと、ね、同じぐらいたくさんの選手入ってきましたけれども、まあ、先ほどこう球場入りもありました田中正義投手なんかもファイターズに来てこうどう化けてくれるのかっていうところが山本さん楽しみですよね、うん、いやもう彼の場合は持ってる潜在能力の高さはみんな知ってますよね、うん、というのは随所にそれが出てるから潜在と潜んでいるって言われるんですけど、ええ、まあ、それをね、全てオープンにして戦力に変わった時にはめちゃくちゃでかいと思いますよ、チーム事情で言っても、はい、ジャスティス、ジャスティスかも。私もあのホークスで1年間だけ被ってるんですよ。あ、そうですか、はい、その時にジャスティスってみんな言われてましたけど、あ、もうニックネームジャスティスなんだ。そうなんです、そうなんです。なるほど。で、うん、やっぱりこう肩にちょっとね不安を抱えるところがあるんで、うん、それを杉浦投手がそんな感じで入団してきたじゃないですか、うんうんうん、だからその前例があるので本当にファイターズとしては
やっぱりこう、ね、大きく育てられる自信があっての獲得でしょうね。これね、体格見ても多分ね、ウエイトトレーニング結構する選手かな。鶴ちゃん覚えてる？いやどうでしょう。でもやっぱホークスでもう強制的にやらされるんで、ちょっと僕ね、それ抑えていいと思う。これおそらく大胸筋がすごい肩引っ張ってるんだと思う。だからインピンジメント、肩の前の方ね、はい、が痛くてスローイングが困難になるんだと思うのよ。経験あんのよ。体を大きくしようと思ってウエイトトレーニングして大胸筋大きくなったら男って気分いいじゃない、はい、そうするとあの肩全体を前に引っ張ったりするんで、はい、体のしなりが損なわれるのね。ポジションがね、肩のポジションが悪くなるってことですか。そう、肩が前のインピンジメントから痛くなって、はい、でそれで肘でごまかそうとしてて肘が痛くなって、うん、悪循環が生まれるの、うん、でちょっと怒り方でしょ。そうですね、肩幅ひどいですね。こういう選手は筋肉つきやすいから、つきやすいからトレーニングやってしまうのね。一回もうしっかりついてるから、はい、一回そのあたり肩周りや首周りの筋トレは落としていいかもっていう意見を持ってるんですよ。逆に柔軟性重視って言った方がいいですね。だって彼がシナリオを見せたピッチングって想像するだけですごくない？もうね、本当に、うん、なんていうんですか、指にかかったまっすぐ、うん、腕が触れたフォーク、うん、打たれる気しないと思いますんで、それをコンスタントにやれるかどうかですからね。どことなくもう矢部圭一さんに雰囲気似てるから。あ、確かに、うん、確かにそうですね。矢部さんの投球なんて真似てもいいかも。うん、風貌が似てるとそのピッチングフォームは真似ると絶対ハマるんですよ。風貌体格似てると、はいはい、いや私あの矢部圭一さんのピッチングスタイルってちょっと思い出せないですね。あ、そう、はい、もう右バッターにインコースガンガン投げてたからね。うん、はい、ほんで緩いカーブも投げるし、落ちる球も投げるし、先発完投型のすごいピッチャーでしたよ。声がまたいいんだ。矢部さんおはよう。おお、ガンちゃんおはよう。えい、よろしくね。まあもうああいう声出ないですよ私は。はい、余談ですけど、はい、矢部さん、いや、ゴルフ、ドライバー、今まで見た人で、はい、ゴルフ場に立ってる人で、はい、一番飛ばす。そうなんですよ。それまでは僕、幸男さんだったんですよ、はい、田中幸男さんだったんですけど、うん、それを上乗りしましたね、すごい。やっぱり矢部さんも、その胸板と肩周りの筋肉っていうのはすごかったですか？大きかったですね、でもね、あれだけ長く投げられた人なんで、アメリカでも活躍されましたよね。はい、やっぱり柔軟性を意識したトレーニングを必ず入れてたと思うんですよ。うん、じゃあ田中正義投手も、まあ、そのあたりの肩周りの柔軟というところを意識してやってほしいというところですね。うん、さあそしてこちらがドラフト1位ルーキー二刀流矢澤宏太選手ですね。球場入り見ても今のこのランニング見てもちょっと野手色強いね。というかもうこの 今ランニングしてるの野手だけなんで、ランニングメニューピッチャーもはけていったんで。ああ、そかそか、もう野手ってことですね、扱いはね。あ、今日はね、はい、はい、いやでもこの何ていうの、体の動き見ると野手色ちょっと強く伝わってこない。そうですね、伝わってきますし、僕あの八木智也を思い出すんですよ。左ピッチャーで彼バッティングものすごく良くて、でこのちょっとしなやかな感じじゃないですか。センス抜群やったね。はい、八木智也をものすごく思い出しますね。今ね中日でスカウトしてるんですけどね。一回ね、数年前八木智也君から連絡あって、急に電話かかってきて、はい、あ、なんだろうかって、はい、もしもーって出たら、はい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 、元気みたいな、元気にやってんの。そう、岩本違いだったらしく。あ、そうなんですか。はい、元気、はい、最近どうしてるみたいな感じ、えらいフレンドリー、嬉しいなー思って、あ、八木君元気って言ったら、あれ。私もちょっとあのアマチュア野球の臨時講師とかもさせてもらってて、アマチュア野球見る機会があるんですけど、うん、結構ヤギスカウトはね、うん、北海道の球場にいますんでね、はいはい、会いたい方がいるんだったら、うん、北海道の球場に行ったら結構会えますよ。ピッチャーやったらルーキーの時強かったな、あの独特なフォームで、はい、彼こそ本当肩周り肩甲骨周りがめちゃくちゃ柔らかいピッチャーやったね。そうですね。え、ボール自体はどうだったの？いや、コントロールがものすごく良かったですね、要所の、うん、で、あとは球持ちがものすごく良かったです、はいはい、それもやっぱり体のしなやかさが生んでるんでしょうね、うん、生んでたんでしょうね、うん、最後投げに行って最後の一拍パンと両肩がカッと上に上がるウィングポーズ取るとこあるじゃないですか、はいはい、あれが特徴やったな。あれバッター嫌がるらしい ね、それからもうスクリューと、うん、インコースのクロスファイヤーと、うん、いいピッチャーでしたね。かも
さあお送りしています名護タピックスタジアム名護ですが、まあ、二刀流の矢澤宏太選手は、まあ、野手として今アップを行っているところです。タピックスタジアム名護から生中継でお送りしています。